ちは。新年最初の週一なでしこカフェ始まりました。イエーイ。今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組はなでしこリーグ協力のもとお送りしていきます。 MC を担当します森口香織です。そして長谷川優です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日のゲストも準レギュラーとしておなじみになりました、アイナック神戸レオネッサ応援大使の磯かなえさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。磯ちゃんこと磯かなえです。よろしくお願いします。もう磯ちゃん3回目あ、そうです、3回目です。もう準レギュラーバッチリです。本当ですか。よろしくお願いします。新年最初のなでしこカフェですから、はい、そうです ね、やる気出して盛り上がっていきましょう、はい、行きましょう。皆さん忘れてないですか、木曜12時はなでしこカフェです、はい、ですね。よかった、ちゃんとあコメントもちゃんと来てくれてる。ちげさん、やはら、やはとらしみのさん、お家賃滞納中さん、ね、2020年は払っていただきたいまだ滞納してる滞納ぜひ皆さん今日もコメントバンバン書いていただくよう、はい、よろしくお願いします。では、はい、ゆうちゃん今日のラインナップお願いします。はい、本日はなでしこリーグオフシーズン特集ということで、皇后杯決勝の振り返り、なでしこリーグの移籍情報、はい、で高校女子サッカー選手権情報と、こちらお届けした後にいそちゃんと女子サッカートークということで、はいはいはい、いそちゃんと女子サッカー、そしてお題を引いてなでしこトークと盛りだくさんでお届けしたいと思います。ちょっと面白そうな、そうですね、はい、いいコーナーですね、はい、楽しみです。楽しみにしててください、はい、よろしくお願いします。この番組はサッカーキングの YouTube、 そしてペリスコープで配信しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。それでは週一なでしこカフェ開店です。試合って普段見てらっしゃるんですか。高校生ぐらいの頃はプレミアリーグとか好きです、よく見てます。 Play with the, since the young age。こんにちは、c'est Kylian. À tous les amateurs de Soccer King et à tous les Japonais, je vous souhaite le meilleur. ありがとう。さて、早速ですが、はい、去年の12月29日に、はい、ナックファイブスタジアム大宮で行われました皇后杯 JFA 第41回全日本女子サッカー選手権大会の決勝戦、日テレベレーザ対浦和レッズレディースの得点シーンと、そして優勝コメントをご覧いただきましょう。どうぞどうぞどうぞもう早速ゴールシーンですね。ここですね、はい、もみき選手のコーナーに、はい、めちゃくちゃうまいですよねこれ、はい、だからこれでも直前でもみき選手蹴るコース変えてるんですよ。へえ、もともと練習していた形ではなくて、最初宮川選手に合わせようとしたところを、はい、あこのままだと多分そこに入っても無理だなっていうのをとっさに判断して蹴る位置を変えたのを田中選手がすごいな、そこだっていうところを狙って入って見事に。あのゴールなかなか打てないですね。男子でも見ないレベルですね。ザ・ストライカーっていうようなゴールで、この1点を守りきって見てベルザが、はい、連覇しました。勝負強いですねやっぱり、はい、いやただこれ見ていただくと、もう浦和サポーターの本当に人数がすごかったんですよ。正直会場のもう7、8割ぐらいはサポーターなんじゃないかっていうぐらい真っ赤に染まる。私もテレビで見てたけど、ほとんどレッズサポーターですね。連覇、そして今年のタイトル全て取りました。今いかがでしょう。あもう今シーズンはあの日程的にもすごくきつくて、そんな中で選手が、よく頑張ったなと、あの選手をまず称えたいと思います。チームを勝利に導く見事なシュートでした。いかがでした。まあ、早い段階に取れたのはすごく嬉しかったです。いやもう本当にベレーザーというチームは最高らしい、もう最強だなと思います。ありがとうございます。田中美奈選手でした。連戦が続く中でも走り切れた要因、どんなところにありますか。まあ、今年のベレーザーは本当に苦しいシーズンでしたし、やっぱりおめでたいことや、あとは怪我でつらい、リハビリ生活を送っている選手のために、やっぱり自分たちが優勝してみんなで喜べる形を作りたかったなっていうふうに思うので、それがゴベレザの強さかなっていうふうに思います。ありがとうございます。もみき選手でした。オリンピックもあります。どんな1年にしたいですか。
もちろんオリンピックっていう舞台に立つことも目標ですし、まあ、そこで上を目指すことも大事ですけど、やっぱりこのリーグだったりカップ戦だったり、その日本の国内リーグっていうのを盛り上げるために、まあ、もっといいサッカーをして、まあ、いろんな人に見に来てもらえるようなリーグにしたいなと思います。ありがとうございます。長谷川選手でした。お送りください。福島高校より JFA 杯が贈られます。ねえ、私なんかテレビで見てて、あの森木選手がおめでたいことだったり、はい、怪我で今出られない選手のためにも頑張れたって言って、その後ちゃんと岩清水選手とか沢口選手があの、うん、見に来てて下で映ってて、うん、あやっぱこうやってみんなが一致団結してるから勝てるんだなって思って感動しちゃいました。うん、確かにそうですよね。はい、であのこの試合ではニテルベイザー田中美奈選手がコーナーキックからボレーシュートのゴールで1対0で勝利しました。で令和初の皇后杯は令和初、そっか、高校では日テレビレーザーの3年連続14回目の優勝で幕を閉じました。こんなに勝ってるからそんなにもう当たり前なのかなみたいな気持ちになっちゃうけど、やっぱりそんなことない、苦しい中勝ってるっていうのが、ね、この11月後半か12月にかけてはもうベレーザの試合数ってもうやばかったじゃないですか。コメントでもありましたよね。はい、何試合やってるんだっていうぐらい過密日程の中で、うん、はい、でさらに、まあ先ほど森内さんも言ってましたけど、私も試合終わった後もみき選手にお話を聞かせていただいていて、はい、その時にやっぱ自分たちのためにっていうよりもこう誰かのために戦うってことをこの大会、うん、この試合意識したということで、それがその岩清水選手と岩清水選手のお腹にいるお子さん、はい、そしてあの長いリハビリを行していた、まあ、カツオと呼ばれている村松選手ですね、うん、がこの試合メンバー入りはしてるんですけど、こう長いリハビリを経てやっとメンバーに入って、まあ、試合出ることはできなかったんですけど、はい、まあ、自分たちがここでもし複数得点をした場合ピッチに立たせてあげることができるとか、うん、まあ、そういった思いもある中で、まあ、その誰かのためにそのチームの、 あの今まで頑張っていた選手たちのためにやるんだっていう気持ちが、まあ、より一つになってこの試合に出たっていうのは、うん、話していましたね。お客さんがなんと1万12人入りました、うん、はい、本当にすごかったんですよ。本当に鳥肌立つぐらいの。どうでした現地やっぱりその応援の迫力とか、ね、はい、やっぱ浦和サポーターの、その終わった後に南選手、その浦和レッズ選手の南萌香選手にも話聞いたんですけど、はい、やっぱこの応援が女子の試合で聞けるんだって、うん、思いました。男子の試合かなって思うぐらいやっぱり、うん、やっぱ選手自身もすごく感動していて、ただその中で菅沢選手に話聞いた時も、それまでこう試合の振り返りとかをすごく冷静に話してくださってたんですね、はい、だけどやっぱりこの振り返ってこんだけのサポーターが集まってくれたことに対してっていう話になった途端に涙流しながら、やっぱここまで集まってくれたサポーターにやっぱ勝利を届けられなかったってことがすごく悔しいっていうのを、もうミックスゾーンで涙流しながら話してくれて、菅沢選手ってすごい強い感じのイメージだから、うん、そんな弱い目見せられて好きになっちゃう、ね、そのギャップというかそんだけ強い思いを持って、でやっぱそのサポーター、うん、普段から応援してくるサポーターだったりとかへの思いっていうのをその言葉にしてくださった時になんかグッときて、うん、私もなんかこう取りながらなんかもうもらい泣きしそうになって、言われたら嬉しいですよね、そんなことを、うん、だそれだけこうやっぱ選手もサポーターに対してそういう思いを持って戦ってたし、うん、まあ、優勝にはならなかったですけど、やっぱそこでグッとまたさらにこのレッツの強さっていうのもまた一段階上がったんじゃないかなっていうのは感じましたね、うん、確かに悔しい思いをしたからこそっていうのもありますよね。特にそのレッツのサッカーっていう部分では、今シーズン新しい 森監督になって新しいサッカーを挑戦する中で、監督自身も優勝できなかったらもちろん悔しいけど、正直ここまで新しいサッカーはこの1年で選手たちがやって対応してくれると思わなかった。正直結果は2位っていう結果で終わってるけど、まあ、十分すぎるってわけではないけど、この挑戦した部分に関してはなんかすごくこう選手たちがよくやってくれたシーズンだったなっていうのを口にしていて、で南選手もこの新しいサッカーっていうのが自分たちにすごく合ってるっていうのを口にしてたので、まあ、ここで1年間積み上げたものがさらにこのラインのステップ踏んで、よりこのベレーザみたいにこう積み上げ、まあ、ベレーザはずっとこの
積み上げてきた今のスタイルがあるわけで、そうなっていった時に自分たちはもっともっと強くなれるっていうのを言ってたので、ちょっと今シーズンさらに楽しみになるんじゃないかなっていうのを、ね、ベレーさん一強も面白いんだけど、うん、やっぱりそこね、そうですね、それがこうどん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 こう強みになっていくんじゃないかなっていうのはより感じましたし、いや楽しみが増えましたね、はい、この試合ねすごい注目してほしいのが、うん、前半ツートップ菅澤選手とツートップ組んでたのが、はい、高橋花選手、普段はディフェンスの選手ですよ、はい、はい、がこう、まあ、どちらかというと大きい長身の2人が前線にいたので、まあ、前半は割とこの個の、まあ、技術であったりチーム力っていう部分ではもうブレイザーが押してる時間が多かったんですけど、うん、はい、その中で奪ってから菅澤選手に当てて高橋選手っていうちょっとこの強いツートップの迫力あるプレーっていうのがすごい見応えもありましたし、で後半になると高橋選手が右のサイドバック、あ、左のサイドバックに降りてるんですよね。この試合の中でもこうガラッとこうチームでこのメンバーを変えてポジションを変えてこう臨めてるっていうのはチームにとってもすごいこのプラス強みですよね。そういうのできる選手っていろんな戦い方ができるっていうのはすごくプラスになるし、高橋選手自体もこの大一番スタメンでこの試合出れたってことで、はい、もちろん結果ゴールっていう結果出なかったは悔しいとは言ってたんですけど、すごくこの試合を楽しめた、自分自身このプラスにこう持っていける試合にできたっていうのはすごく笑顔で話していたので、また来年楽しみだなと、楽しみになりましたね。アキレイソルさんがコメントしてくれてます、はい、普段レディース応援しない知り合いの浦和サポーターも気合入りまくりで向かったそうです。あ、そうなんですね。いや、もう本当にすごかった。そういうことなんですよね。普段それこそ見なかった、サポーターの人たちがあの試合見たことで、うん、来シーズン女子も行ってみようかなって人が一人でも増えたらプラスじゃないですか。そうですね、そういう魅力のあるサッカーもしてますし、一人一人すごいやっぱ技術も高い、こうだってあの試合無料ですよ。そうですよね、すごいです。無料ってなかなかね、あの試合無料で見えちゃうって、まあ、もちろんね、リーグになれば変わりますけど、ね、無料だから見たって人はもちろんいると思うんですけど、そのきっかけに無料でもやっぱり足を運ぶっていうことがね、そうですよね。その試合をきっかけにね、今シーズンまたちょっと女子の試合見ようっていう人が絶対中にはいたと思うので、すごくすごくこういい試合だったなっていうのは感じますね。トリキッシュさんも準決勝見に行ったけど、日テレ対チフレの試合、いや、すごかった。雨の中ね、お疲れ、寒い雨の中トリキッシュさんお疲れ様です。やっぱこのラジコから見てくださってる方、特にまだですね、こうやって皆さんにどんどん発信してほしいですよね。あの試合だってもう正直もしかしてチフレ行くんじゃないかっていうぐらいの準決勝だったじゃないですか、ね、準決勝あれでチフレだったらまたちょっとこう変わってましたよね。それもそれで面白いですね。チャイキリを巻き起こして、なんかあの準決勝もすごく 両チームともに戦いしたので、みそちゃんとしてやっぱりね、そうですね、アイナックが惜しかった、悔しかったんですよ。最後南選手のねそうなんですよ、悔しかったんですけど、まあなんでしょうね、応援した分悔しかったんですけど、まあそれを勝ってっていうかに、また次のリーグ今年頑張ってほしいなとは思いますね、はい、いたしかったですけど ね、はい、すごいだからあの準決勝、まあ、もちろん予選からですけど、すごくいい試合を皇后杯すべて無料で見れたっていうのは、そうですね、ね、女子サッカーにとってもまたこれがどん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 上積みしていけば、皇后杯でも例えばチケット制になる、また変わる、そうですよね、転換期が来るかもしれないですし、それはやっぱりリーグがこれからどれだけ盛り上がるかっていうところにもかかってくると思うの で、ね、はい、引き続き女子サッカー皆さん応援してください。お願いします。ください。ということで、日テレベレーザーはなでしこリーグ1部、そしてリーグカップ1部、皇后杯の国内3冠プラス、はい、AFC 女子クラブ選手権、2019FIFA AFC パイロット版トーナメントを含めた4冠を手にした、ね、ということになります。おめでとうございます、ね、だって今日今コメントでも来てるんですけど、ずば抜けてもダントツ優勝ではなく、厳しい日程の中、こうなんとか勝ち抜いての4冠っていうこの勝負強さ、そう、それが勝負強さがありますね、ところでの勝負強さっていう、そのベレーザの強さっていうのを改めて感じましたね。そうですね、でもトコペンヤノさんはアイナックの逆襲にも期待して、そうですね、本当に期待したいです。戦国なでしこさん、普段からチケット安いですよ、なでしこは。あ、それは確かに、そう、だから見るハードルっていうのは低いので、ぜひぜひ皆さんまだ行ったことないっていう方は現地に、オリンピックイヤーですね。そうですね、ぜひなでしこにこれからも注目してください。ということで、では次のコーナーに移りたいと思います、はいはい、ここからはですね、はい、シーズンオフに入っていますなでしこリーグの移籍情報をお届けしようと思います、はい、いろいろ動いてますね。そうですね、私も、すでに大きく動いているチームがある中ですね、一部の
はい、ちょっと全員をお伝えするのはなかなか難しいので、はい、まずベレーザが一切動いてないんですよね。そうですね。割とでもまあ毎年そんなに動きのあるチームではないので、なんか昇格がこれからあるかもしれないっていう感じですかね。で、浦和レッズですね、はい、まずなでしこカフェに出ていただきました上野咲希選手が加入、はい、ジェフユナイテッド千葉レディースから加入ということになります、はい、だから古巣に戻る感じですね。あ、そうか、そういうことですね、はい、うん、それからオルカ鴨川 FC から小島聖羅選手が入ります、はいはい、そして高橋美希選手と一方志ひろかさんが、はい、昇格ということになります。で、はい、またこれまた、はい、なでしこカフェに出ていただいた松本亜美子選手がマイナンベガルタ仙台レディースに移籍、やっぱりこう出場機会だったりっていう部分もあるのかなとは思います。そうですね、確かに、で松本選手めちゃくちゃ PK ストップがすごいんですよ、うん、でまたこの試合っていう部分でまた出れるようになったらまたもう一段階上に行けるんじゃないかなっていう、そうですね、楽しみですよね。続いて、じゃあアイナックの移籍情報もお届けしましょう、はい、まず加入はですねジェフから西川彩香選手、はい、それからアルビレックス新潟リーズから坂口萌乃選手、あとポハン女子電子校韓国のところから、はい、ファン・アヒョン選手、それから高校生ですね、はい、上村と藤枝順心から菊池マリア選手と永井伊吹選手が入るということで、この2チームはまだ高校サッカー残ってますし、そうですね、そうですからね、ちょっと後でご紹介しましょう、はい、そして、移籍していくのが、三浦さつき選手はアルビレックス新潟レディースに、川野樹里選手はチフレ ASL フェンス埼玉へ、福田優選手はマイナビガルタ仙台レディス、イミナ選手が見て、そうなんですよね、まだ出てないですね、まだ出てないですね、いやでもちょっと大きいですね、そうですね、ビーナスいなくなっちゃう、ね、はい、あとはですね、はい、例えば、はい、野島ステラから大野忍選手は、はい、あ、はいはい、まだ先は決まってないんですけれども、はい、あとは野島でいうと国武選手、そうなんですよ、国武選手がマイナビに移籍ですよね。だから私が番組でいじらせていただいた国武選手と大野選手の試合前のハグがもう野島で見れない、見れないっていう、どちらもいなくなってしまったって、国武選手本当に配信の直後ぐらいに移籍発表して、うん、ね、びっくりしましたね、そっかって。あとはあ、パルセイロから横山久美選手がね、はい、アメリカに挑戦ということになったり、あとオルカ鴨川も出てますけど、はい、金田ゆかり選手がオーストラリアに、はい、海外ということになり、はい、あとはなでしこカフェにご出演いただいたご縁で言いますと、スフィーダ世田谷FCの薄田遥香選手は退団表明ということになりますね。またまだまだこの後も少し動きが、そうですね、行く先が未定の選手もいますし、はいはい、でコメントが何件かありましたが、はい、監督が動いていまして、はいはい、ゲルトエンゲルス、あ、そうなんですね、ちょっとどうなるんだろうね、どうなるんですか、どうなるんだろうね、楽しみですけどね。98年に横浜フリューゲルス時代ですね、はい、監督なさって、その後ジェフユナイテッド市原時代ですね、はい、で2000年から2003年は京都の指揮を取り、うん、はいはい、で2008年にレッツの男子ですよね、うん、はい、レッツの指揮を取ったというドイツ出身の監督、はい、ですが、ちょっとしばらくなでしこ日本人の監督が多かったから、そうですね、イメージが大国籍の監督っていうのがすごい少なかったので、うん、ちょっとあいなくこう来シーズンどんなサッカーになっていくのか、でもなんか本気出してきてる感じですね、チーム編成もね、うん、そうですね、それはありますね、うん、あと私は野島に北野誠監督が、はい、びっくりしました、野田さんから変わって、うん、はい、蒲田マーレさんの木から岐阜に行かれて、うん、その後この野島ということになりますけど、うん、ご本人のツイッターも、はい、俺はもう男子も女子も関係ないんだって、サッカーでもっと笑顔を作るんだみたいなことを書いてらっしゃって、でそのツイッターのコメントにフォロワーの方が皆さん、うん、頑張ってください、応援してますって書いてくれてたんですけど、はい、サッカーキングのチャンネルで、なでしこカフェという番組がありますのでぜひ出演してくださいって、あ、すごい、コメント方がいらっしゃったんですよ、すごい、すごい、ありがたい、ありがたいですね、もうぜひね、皆さん
選手だけではなく監督にもそう言ってね、私たちはこの番組をアピールして、うん、すごい出てもらったらすごいですよね。今まで監督は出たから、ね、じゃあ初出てもらいましょう。出てほしいですね、うん、多分男子から女子ってまたギャップもあるでしょうし、うん、でも女子だからこそできることっていうのもあるでしょうから、うん、かそういう話も聞いてみたいですよね。そうですね、したいですね。監督対談とかもやってほしいな。あ、やってほしい、ね、ちょっと楽しみですよね。大丈夫ですか、バチバチしないで大人だからでも見たいですね気になりますよね。コメントでもすごい来てますもんね、うん、びっくりって監督呼ぶの面白いねとか、北野監督女子あるなんてびっくり、うん、そう私 ね, 北野監督世界を取ると公言されていますっていうコメント、うん、そうですねぜひね、蒲田時代に結構よく取材させてもらってたんですけど、うん、はいはい、結構孤軍奮闘というか、うん、もうとにかく自分で引っ張るんだって、このサッカー盛り上げるんだって頑張ってらっしゃったので、それ女子でどんな風に発展できるかっていうのを、はいね、楽しみですね。楽しみですね、はい、これは楽しみですね。はい、ということでまだ移籍情報これからも出てきますので、はい、随時お伝えしていこうと思います、うん、はい、ということで、はい、なでしこリーグ、はい、はい、イサちゃん、あ、そうだそうだ、注目の移籍の選手とかいましたか。あ、そうですね、私、うん、アイナック神戸応援大使を、まあ、2019年やらせてもらったんです、はい、その時にあの福田選手が、ユイ選手が、まあ、移籍しちゃうっていうことで、はい、すごくちょっと福田選手とはなんか怪我をずっとしてたんですけど、うん、その明けの試合を見させてもらって、その時になんかプレーもそうですけど、なんかもう福田選手自身がもう明るくてポジティブで、私初対面だったんですけどすごく喋りかけてくれたり、あの写真も一緒に撮ろうみたいなことを言ってくれて、すごくなんか印象あった選手で、もっともっと試合見たかったな、プレー見たかったなって思ってたので、ちょっと移籍は残念なんですけど、まあ、ちょっとどこ行っても応援したいなと思いました、はい、でもずっと応援した選手がこう別のチームに行くと、そこをまたこう見ようって思う。そうなんですよね、またこう視野が広がりますよね。広がりますね、確かにそうですね、はい、でついてってそっちのチームに応援に行ったらまた別の選手、うん、広がるみたいな、ありますね、はい、それもちょっと楽しみですね、はい、ぜひぜひこの後も移籍情報もお伝えしていきますので、はい、お楽しみなさってください。ということでなでしこリーグ移籍情報をお届けしました。はい、続いてはですね、はいはい、高校サッカーいきましょう、はい、第28回全日本高校全日本高等学校女子サッカー選手権大会の情報をお届けしていきます、はい、高校女子サッカー選手権の1回戦は1月3日から始まりました。で準決勝が7日に行われましたので、準決勝の模様を、はい、ちょっと映像はございませんが、はい、ゆうちゃんにご紹介いただきましょう。はい、藤枝順心静岡の高校ですね、はい、と修徳東京の一戦が1対1で迎えた89分に藤枝順心の角田選手がミドルシュートで勝ち越しゴールを決めました。直後にタイムアップの笛が鳴り、2対1で勝利を収めた藤枝順心が2大会ぶりのファイナルの舞台へ進みました。そして神村学園鹿児島の高校ですね、はい、と大阪学芸大大阪の対決は互いに無得点のまま迎えた75分に神村学園の近藤選手が先制ゴールをマークしました。これが決勝点となり、神村学園が4大会ぶり決勝進出を果たしました。いやー、今回のね、はい、あの高校サッカー、うん、結構初戦から波乱というか、そうです、波乱結構強いチームがありましたよね。結構上位に残るチームが1回戦で結構この負けてしまって、うん、直接対決がいきなり、こことここ1回戦で当たっちゃうのっていうのがもったいないって思った感じなので、はいはい、トーナメント表出してもらえますか。はい、まずはですね、もうずっと言われていた左上ですよ、はい、そう、左上の山がやばいって、はい、やばいですね、左上の山がやばい、あの前橋系群馬の、はいはい、あと一上がりの前橋系と日の本がいきなりここで当たるという、うん、でさらに十文字と作用、まあ、皇后杯でも活躍していた作用ですね、はいはい、が1回戦でここで敗れるという、そうなんですよ、ね、いきなりちょっとここでびっくりの、はい、展開がありましたね。そして聖馬ももう1回戦で敗退だったり、あの結構この時和木もそうですよね、あの、はい、この1回戦の段階で敗れたりと、うん、割とこの上位常連チームがこの1回戦で敗れて、でその敗ったチームがこう快進撃、そうですね、大阪学院とかもそうですもんね、はい、というこのちょっとこの今までにはなかなかないような展開っていうのも今回あったかなっていうのも、うん、確かに時和木は意外だったっていう、はい、うん、戦国なでしこさんも、ね、ペンニャロさんも、ちなみにちょっと拾い損ねました、はい、あの北野監督にこのサッカーキングのなでしこカフェに出てくださいって言ったのはトコペンニャロさん、おーやーいたんですかトコペンニャロさん、ありがとうございます、すごい、すいません
ルしてください、ぜひ。ね、ありがとうございます。この高校女子って実はサッカー、はい、スポーツブルで全試合配信されていて、はいはい、スポーツブルというアプリがあるんですけれども、うん、それで私ずっと見てたんですが、はい、めちゃめちゃクリアでめちゃめちゃ見やすいです。めちゃくちゃ綺麗なので、これまでのアーカイブも全部今まだ見られますので、はいはい、ぜひスポーツブルのアプリをダウンロードして見てみてください。私神村学園の相川選手のシュートかな、うん、大将とやった時、3回戦かなんかの時のシュートで、はい、こう相手と入れ替わるの、ちょっとこうゴールに背中向けた状態でパッて、はい、頭越えて入れ替わったワンバンのボールをそのまま振り向いてダイレクトシュートでゴールぶち抜いたのがあって、うん、はいはいはい、めちゃくちゃすごかったですね。見ようじゃそれ、ぜひ皆さん、はい、こうスーパーゴールも結構多いので、うん、ありました確かにね、うん、アーカイブでもいいので、うん、ゴールシーンだけでもいいのでちょっと興味がある人はぜひ。あと PK も多かったですか、ね、多かったです、ね、やっぱドラマがありますよね、うん、はい、そして決勝はですね、はい、藤枝順心対神村学園、はい、これ2015年以来とかかな、多分この2チームが決勝で当たるのは確かそのぐらいぶりなんですよね。決勝戦1月12日の日曜日2時10分のエビアスタジアムでキックオフ、はい、で、先ほどのスポーツブルでも、はい、だから外でも見られます、はい、外で見られますし TBS で生放送されますので、はいはい、ぜひご覧ください、はい、いいなぁ、女子サッカー、高校の女子サッカーが TBS で生放送ですよ。すごいね、すごいことですよね、すごい時代ですよ羨ましい。ここをチェックしとけば未来のなでしこ選手、うん、はい、ジャパンに選ばれる選手も出てくるかもしれないし、もちろんこの後さっきの移籍、ね、情報にもありましたが、そうなんですよ、加入する2人選手がこのピッチが立ちますので、はい、そう、決勝で立つってことですからね。神村学園のキャプテンの菊池マリア選手、はい、それから藤枝順心高校の永井伊吹選手が、はい、ぶつかるというか、はい、使って、あいなく加入する2選手がノエビアスタジアムで、ね、すごいですよね、なんかこ う, すごいな、すごいですよね、私も、ね、これからここに立つのかみたいな思ってるかもしれないですよね。あいなくのサポーターの皆さん、ぜひこの決勝も注目してほしいですね、うん、いや、見た方がいいですね、これはね、うん、見られないという方は、はい、スポーツブルもしくはね、はい、で TBS でご覧いただければと思います、はい、ということで第28回高校女子サッカー選手権情報でした。では、はい、ではでは、ここからガラッと内容は変わっていきますが、はい、磯ちゃんと女子サッカーについて語っていきたいと思います。一つ目の企画はこちら、磯ちゃん×女子サッカー。そのまま、そのまま、そのままですね、そのまま、本当にそのまま。ここからはですね、はい、アイナック神戸レオネッサ応援大使の磯ちゃんにご自身の経験から女子サッカーにつなげられることはないかということをちょっと一緒に考えていただきたいと思います。磯ちゃんは、ね、女子サッカーってこれからもっともっと盛り上げなきゃいけないし、ね、集客もしていかなきゃいけないし、はい、で皇后杯こそ1万入りましたけど、うん、やっぱりこのリーグ戦になると、はい、なかなか人が集まらないっていう中で、磯ちゃんがアイドル時代に、はい、NMB48 の元メンバーということで、はい、やっぱりアイドルも最初は知名度も低いし、そうですね、そこからどうやってファンを獲得していくかっていうのが、はいはい、いろいろ試行錯誤してきたと思いますので、うん、ちょっとそういうなんかお客さんを自分のファンにするコツとか、はい、コツですか。でも私はまた、まあ、サッカー関係なくなっちゃうかもしれないですけど、握手会が多くて、うん、握手会でファンの方の名前をひたすら覚えたりとか、もうコミュニケーションをいっぱい取るためにこの話をしたとかいうのを握手会で絶対心がけて、もうメモして、この人は恋帽子かぶってる人は何々さんみたいな感じで覚えたりとかして、ファンの方と話す内容とか覚えたりはしてました、うん、めちゃくちゃいっぱい来るでしょ。そうですね、来てくれるんで大変だったんですけど、そういうこと結構メンバーやってたり、すごい、ファンの方と結構交流したりはしてますね、うん、でこのコンサートにいたよねとか、劇場公演見に来てくれてありがとうみたいな会話で、そんなん言われたら嬉しい、言われたらまた来るよって言われたら、また来る、めちゃめちゃ嬉しい。そういうのは心、みんな多分心がけてると思う。すごい、はい、結構私3回会った人もなかなか顔覚えられない。でも正直難しいですよね。3回は覚えよう。でも私すごい人の顔と名前覚えるの苦手なの、うんうん、私も苦手です。はじめましてって言葉を封印したんですよ、はい、それはいいかもしれない。はい、はじめましてじゃないパターンあるじゃないですか。あるんですよ。だけど、だからもうはじめまして、もう一旦封印して、はい、こう、なんか相手を疑うみたいな。うん、だから、会ったことある人かな、向こうのこう対応次第で、あ、会ったこと
ことあるんだなってちょっと思うじゃないですか、うんうん、あ、わかりますわかります。だからそうやって名前とか会話とか覚えとくっていう、うん、そのいそちゃんすごいですね。そうですね、これはみんな心かけてることかなと。嬉しい、名前覚えしてウォーターカーってことを覚えてくれてますとか。へぇ、あ、一郎さんも握手会一度行かせていただきました、うん、ありがとうございます。嬉しい。ゆうちゃんとも2回会ってるって。でさ、あのフットサルのイベントとか。ああ、そうですよね、うん、はい、やっぱり皆さん必ず身につけるものとかがあるんですね。あ、そうです、結構私のファンの方結構独特で、やっぱサッカー好きの方が多くて、いろんなユニフォームの方が握手会レーンに並んでくれて、うん、もう結構なんか私のレーンはあのアイドルと話すってよりサッカー好きの女の子と喋るみたいな感じの、もうサッカー情報しか喋らないみたいなのが多くて、だからユニフォーム着た方がいっぱい来てくれて、でも楽しかったです、それはそれで、はい、じゃあ逆にサポーターで覚えてほしいって方がいたら、うん、必ずなんかこうバンダナ巻いてるとか胸かぶってるとか、うんうん、身につけるものを揃えていくと、確かにその自分でこう覚えてもらうためのポイントっていうのあったかもしれないですよね、うんうんうん、ファンの人もいいかもしれないですね、うん、はい、そうなんですよ。なるほど。ユニフォーム写メ会とかもやった、あ、やりましたね。私が着てくので皆さん着てきてください、好きなチームの来てくださいみたいなのをやったりとかはしました。いいですね、ユニフォーム業界が活性化しました、ね、確かに。はい、そういうの やりましたね、はい、すごいな。覚えるってことをしてました、うん、結構、うんうん、あと例えば SNS でも、はい、もういそちゃんすごいフォロワーが9万人以上いたりしますけど、はいはいはい、ありがたいですね。それはどういうことを発信していくと増えるコツっていうのは、うん、はい、これはちょっと今選手に聞いていただきたいぐらいのところですけど私結構もう何かに特化しようと思って、結構最近はもうサッカーのことしか、いや本当にサッカーのことつぶやいてる、もうサッカーのことばっかりつぶやいて、うん、結構やっぱサッカー女子っていうことを認識してもらいたいと思ってるので、うんうんうん、サッカーのことばっかりつぶやいたり、あと動画だと結構、うん、あの見てくれる人が増えたりフォローが増えたりするので、動画を載せると結構いいかなって。リフティング動画とか、あ、そうです、リフティング動画とか、私めっちゃ見てる人もありがとうございます、ありがとうございます。私も可愛いな、可愛いなと思って、なんかさ今、まあ、いろんなクラブ、まあ、あの女子なでしこリーグのクラブだけじゃなくて、うん、J リーグのクラブとかもそうですけど、うんうん、やっぱ SNS、はい、特に Twitter とか公式がすごい力入れるようになってきたりとか、そうですね、確かに。ただまだそれでもなかなか届かなかったりとか、うん、女子サッカーでいうとなでしこリーグ公式のアカウントがまだまだちょっとこの、ね、SNS こう発信力っていう部分ではまだスタート段階かなっていうのを感じてるんですけど、こうどうしていけばもっともっとこのみんなに、うん、あ、見てもらえるかなとか、なでしこ、なでしこ、でも私が個人的になんか選手にやってほしいなって思うのは、うん、普段の姿を見たくて、わ、うん、かる、わかりますか、そう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 、オフな感じの、まあうん、もちろんそれも動画でも見たいですし、うん、なんか選手同士が触れ合ってるところっていいですか、どの選手とどの選手がいいんだろうとか、もう言ったらもうアイドルと一緒というか、ファン心理だよね、うん、は同じかなと思うので、うん、そういうとことか、あと、まあ、メイクも女の子なんで、結構どういうメイクしてるのかなとか、普段試合の時と違うのかとか、ね、落ちないようにこれ使ってますみたいな、そういうのとかを発信してくれたら結構女性ファンが増えるのかなとは、うん、確かに思いますね。試合どんだけ汗かいてもこのアイブロウ落ちないよとか言ったら見たいな、めちゃくちゃ見たい、必要的よ、そういうのを結構発信してくれたら結構、もしかしたらあのサッカー好きじゃなくても、うん、それでメイクで引っかかって、うん、あ、サッカー選手なんだってなって、うん、そっからどんどん広がったら面白いかなとは思います。ただこの、ね、今の時代すごくその難しいのが、うん、例えば試合の勝敗によっては、うん、こうその後プライベートの発信した時に戦える可能性がやっぱりあるじゃん、そんなことやってる間に練習場とかみたいな人が少なから出てきちゃうと、やっぱ選手も発信しにくくなるし、うん、どん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 それが悪い循環になっていくから、こうやっぱこれからだし、盛り上げるのはこれからなの で、ね、こうぜひ、もちろんこのね、あの番組見てくれてる皆さん、温かい皆さんだと思うので、そういうことは絶対しないと思うんですけど、うん、万が一そういう人が周りにいたら、もっと温かい目で、うん、そうですね、こう SNS 女子サッカー見守ってくださいっていうのはこう言いたいですね、うん、確かにそうですね、せっかく発信したのにどんどん発信しにくくなると、うん、ね、今度発信する人がいなくなっちゃうので、じゃあやめようって思っちゃうもんね、うん、確かに、って嫌なこと書かれたら、確かに絶対このね、ぜひぜひまだまだこれからのね、女子サッカーなので温かくもらうのが欲しいですよね。ちちげさんが、ちちげさんって言うのが欲しい、普通に言っちゃったけど、オフで選手同士イチャイチャしてるのが楽しい、はい、え、ですよね、そういうのが見たい、めちゃくちゃこう仲いいじゃないですか、うん、そういうの見たい、ね、やっぱそういうのを見ていきたいですよね、うん、やっぱ試合がないとどうしても情報って減っちゃうので、うん、そうですね、そういう時にあ、この選手オフでもこんな一緒にいるんだとか、うん、あ、
あ、こういう遊びしてるんだとかっていうのを見たいですよ ね, すよね、あの中田あゆ選手とアイナック の,、はい、あんまり更新しなくって、はい、で私たち1回ね収録に行った時に、うん、もっとしてもっとしてって言ったら確かに結構オフに今、うん、どんどん更新してくれてて確かに確かに全部可愛いの可愛 い, いです、ね、なんでこれって、うん、ヤフーニュースにもなってたもん、あ、本当にヤフーニュースになってたヤフーニュースになってた、可愛すぎて可愛すぎて、いやそういうとこからなんかね、あれですよね、増えるかもしれないですから、ね、うん、多分男子サッカーも女性はこう可愛いと思って、あ、可愛いじゃない、かっこいいと思って増えるから、うんうん、女子サッカーもそういう路線でもどん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 ファンを増やしていくのもあるですよね、うんうんうん、面白いと思います。でもね、この戦ってる姿とのギャップっていうのがすごいじゃないですか、うんうん、やっぱ女の子特に、はいはいはい、はい、そういうのとどんどんどん見ていきたいですよね、見ていきたいです、はい、チームもどんどん発信してほしいですよね、うん、そうですね、アイナックは相当いろいろ発信してるじゃないですか、発信してますね、あの札幌一番のね作ってる動画とか可愛いですよね、あ、なんか結構社長さんが結構そういうのが好きな方らしくて、うん、なんかそのキャラクターを作ったりとか女の子目線で結構いろいろイベントやったりとかしてるみたいなので、ちょっとこれからねどんどんいろいろやっていくと思うので楽しみだなと思います。 TikTok、 私ね TikTok やってないし見てない人なんですけど、うんうん、サッカーこそすごい向いてるなって思って、あ、確かに、例えばそういう個人技がある選手もすごい多いじゃないですか、リフティングやってみたりでもいいし、チームでわちゃわちゃ、ね、リフティング動画上げたりとかするのでもいいし、そういうのってすごい需要あるんじゃないかなって、え、見たいですね、見たい、うん、見たい、見たいですよね、見たいです、だからなんかそういうチームごとにそのアカウント作ってもいいし、うん、確かに、ね、確かに、なんかそれはチームで連携して、そうそうそう、じゃあどれだけいいねもらえるかとか、あ、そういうのやってみたりとか、確かにチャレンジ企画じゃないけど、めっちゃいいこれをこのチームでチャレンジしてみたみたいのをいろんなチームでやったりとか、そういうのを例えば一つのなでしこリーグのアカウントでやっても面白い、面白いですね、確かにいい、いい、どうですか、めちゃくちゃいい考え、それどうでしょうか、これなでしこカフェ、なでしこカフェのアカウントやればいいんだ、それで各チームに挑戦してもらったのを1個あげるとかどう、今年めっちゃいい、めっちゃいい、いいアイディアってきます、コメントいいアイディアいいアイディア、それ私たちも賛成しましょう、そうしよう、そうしよう、やばいやばい、私事故事故手でいいけどリフティングとかでも面白いですね、それやったら、これはちょっと今年チャレンジしていきたいですね、めっちゃいい企画、その企画だけだったら私たちがロケ行けなくてもチームで動画撮ってもらったのを、ね、うちのアカウント、その TikTok のアカウントとかで、あの、上げていけばいいわけだから、うん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 、ある程度ハードルはそんなに、ね、高くないと思うんですよ。うん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 、いいね、いいね。女子サッカーの技術力のこう PR にもなるし。なりますね。新しいファンの獲得に。めっちゃいい。いけると思うので、ね、やろうやろう。これは企画しましょう。お願いします。楽しみになってますって。じゃあ、うなずいてくれてるの大丈夫です。やったー。うなずいてる。お願いします。イエーイ。やったー。いいアイディア。言ったもん勝ち、うん、でもそういうのをやって、ね、言ってった方がね、うん、発信していかないと始まらないですから ね、 ね、選手個人に頼っているよりもやっぱ、まあ、もうみんな巻き込んでやっていく、せっかくこの番組もあるし、ね、ここからどん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 発信していきたい、情報だけではなくて、はい、そういう面白い企画とかもやっていきたいなと思うので、シズホさんも選手を覚えるのにいいかも、うん、あ、確かに、確かに今なでしこジャパンに選ばれてる選手が分かんないって人も多いんですよね、そうそう、もちろんね、でまだその選ばれてない選手なんか特に分からないって選手はもちろんいると思うんですよ、うんうんうん、それが例えばこのめっちゃ上手い選手リフティングうまいよ ね、うん、っていう選手が出てきたら見るじゃないですか、はい、失敗しても可愛いとか、可愛いとか失敗して感じが可愛いみたいなのもあるのでだからそういうのはちょっと選手の魅力としてちょっとやっていきたいですね、うん、MC がリフティングの宿題やるとか、うん、あーやべちゃくしみたいな、やべちゃくしみたいな、それはハードル高い、うん、撮影するわ、撮影してもらって、お二人で挑戦してもらって、頑張りますでも本当面白いですね、うん、そういう企画、ね、サッカーの試合情報以外にもそういうのをやっていけたら、うん、だからその宿題で言うと例えばアイナックのこの選手がやったのをじゃあベレーザのなんとか選手に挑戦だみたいなのでつなげていく、伝えたりとかっていうのも面白いなと思います、確かに確かに面白い、うん、いいですよ、膨らみましたね、やってみましょう、うん、ここで急に企画楽しみに、ね、やりましょ う、これ絶対 SNS 需要があると思います、そうですね、はい、ね、うん、ぜひ皆さんもじゃあそれをもし始めたら応援してください、うん、はい、お願いします、宣伝してください、はい、ということでまずは、はい、磯ちゃんかける女子サッカーのコーナーでした、はい、続いての企画に移りたいと思います、はい、続いてはこちらです、どうぞ、お題を引いてなでしこトーク、ウェイ、お正月っぽくないですか、ね、お正月っぽい、皆さんこれ見覚えありません、あ、見覚えがあるぞ、見覚えありますよね、以前ベレーザの選手で一度そう
このお題でトークやらせていただいた時の箱です、うん、表彰式の時にこれで撮らせてもらいました使い回しです。使い回しです。今回っぽい、はい、じゃあこの中から、はい、お題を引いてですね、出たテーマについてみんなで語り合っていこうという、はいはい、じゃあね、どんなやつが出るかは、じゃあ、いいですか。はい、いきますよ。じゃーん、じゃじゃじゃん、おお、じゃん、一度会ってみたい選手、現役 OB でもいい、おー、どっちでもいい、どっちでもいい、みんなで話し合っていきましょう。いやー、なでしこの選手で一度会ってみたい、でもやっぱ澤選手、あ、会ったことない、まだないんですよ私ね、澤さんに会いたい、こう仕事としてとかで、ね、私小学生の時に、はい、はいはいはい、合ってるんですよ。おお、群馬で試合がベレーザ対沖電機って当時あったんですよ、埼玉の沖電機、はい、それがの試合がなぜか群馬であって、うんうん、まだ私小学生で、まだだから澤さんも10代とかですよね、はいはいはい、ベレーザで試合があった時に来て写真撮ってるんですよ。ええー、当時の澤さんと私もベンチコートに、なんかもう本当にザ・サッカー少年みたいな感じの格好して一緒に写真撮ってるのがあります。すごい、いいな。でもだから、でも見たい、それ恥ずかしくて出せない。見たい。でもね、だからでもそれ以来はやっぱりそのね、もうサバさんってもう神じゃないですか、うん、はいはいはい、ぜひ会ってみたいから、ここに呼びたいよね。いや、呼びたい、ここに来てくれたらすごいよ。ね、すごいよ。ちょっと部屋2倍ぐらいの大きさにしないと、うん、装飾しないとね、申し訳ない、こんな狭いところで。会ってみたいですね。ね、確かにサバさんも会ってみたいかも、うんうん、私、金馬選手に会ってみたい。金馬選手、みんなが ものすごい尊敬してるじゃないですか、うん、めちゃくちゃかっこいい、こんなにかっこいいかっこいいって言われる選手、一度そうですね、確かにおしゃべりしてみたい。そうですよね、うんうんうん、私だから学生時代一緒に写真撮ってるんだよな。あー、そうでもね、めちゃくちゃ撮ってるもうめちゃくちゃかっこいい、もう私だから当時の、あの金賀選手の、あのユニフォームもらってるので、すごい、家にもらってますよ。すごい、めちゃくちゃ憧れの選手でした。サッカー少年言うって書いて、せめて少女にして、サッカー少年、せめて少女にして、男の子みたいだったけど。すごいですね、結構合ってますね、いますね、他に。だからね、でも、今すごく会いたいのは、大部さん、うん、今もともとセンターバック、なでしこのセンターバックやってて、今あのなでしこジャパンのコーチ、うん、はいはい、あ、高倉さんの右腕でやってるんですけど、大部さんはめちゃくちゃかっこいい、なんかザキャプテンみたいな、やっぱちょっとあの当時怖いっていうなんか印象もあったんですけど、はい、やっぱそのそれぐらいこの存在感のあるディフェンスの選手だったので、ちょっと会ってみたいなっていうのが、でもいつかガチガチになっちゃいそうで、しかも大部さんも一度私さらっと会った時は、あの国体、埼玉国体の時に、まあ、大部選手まだその時選手で来てて、はい、で私も高校生ですよ、ただ普通に写真撮ってくださいって言った時に、なんか写真撮ってくれて、めちゃくちゃかっこよくて、うん、暑いから気をつけてね、大丈夫とか、もうかっこいい、試合してるのは大部さんなのに、見に来てる私とか、うん、でそのただのサッカー少女の心配をしてくれるかっこよさ、もう一度会いたいなって思います、ね、イケメンってコメントも来てます。めちゃくちゃかっこいいんですよ、イケメンって本当に、なんか人柄いい人がやっぱ女子サッカーもすごく多いなって印象なんで、いつかみんな会えるように、うん、頑張りましょう。じゃ次引きます。じゃん、はい、じゃじゃん、私の性格はどのポジションです。うわ、難しいね、難しい、私の性格、どう、いそちゃん、私は結構あの元々のポジションはディフェンス、ディフェンス、あのサイドバックサイドバックだったんですけど、うん、でも性格も結構守り気味なディフェンスだと思います。結構仕事とかに関しては結構リスクを負いたくないというか、あそうなんです、なんで結構考えて動く、うん、結構冷静に判断してなんか動くので、ちゃんと用意してから、あでもガンガン攻めるタイプじゃなくて、ちゃんと一旦この、ね、全体を見渡してから、うん、動くタイプなので、へー、うん、なんか仕事とかは結構ディフェンスな感じが、うん、はい、プライベートでは、プライベートは結構どうなんでしょう、でもプライベートフォワードかもしれないですけど、結構攻める、攻めるゴール決めちゃう、うん、ガンガン人に絡んでいく、うん、へ、人見知りとかも全然ない、あんまりないので、うん、結構喋ったりとかしちゃいます、結構それは攻めのタイプが多いね、でもしっかり使い分けてるタイプですね、そうかもしれないですね、結構でも仕事結構不安なことが多いので、うん、心配性なので、現実に仕事はしっかり現実に行って、うんうん、
なんかそうなんですよ、失敗したくないので結構ちゃんと準備してから攻めに行くっていうか、しっかりしてる、いやいやなんで、うん、結構ディフェンスかもしれないですね。森田さんはありますか？私仕事は完全にフォワード、ガンガン行く、あんま考えずにやっちゃう方なんですよ。挑戦するタイプ、うんうんうん、どんどん行っちゃうタイプ、うんうん、だからあちょっと立ち止まってちゃんと周り見なきゃって思う時もあ逆に、逆にプライベートはミッドフィールド真ん中辺かも。あ真ん中辺、なるほど、なんかどっちもありですね。あちょっと今違うなって動かない時と、うん、でも人見知り私もしないんでどんどん話しかける時もあるし、はい、どうかな。でもだから恋愛とかも多分引き気味です。あ引き気味ですか？うん、引き気味です。そうなんだ、これ面白いです、面白いです。どうですか？私ね多分ね仕事もプライベートも割と守備、うん、あ守備なんだ、仕事 は、一緒で、うん、一旦こう冷静に見て、はい、どう動いたらいいかなっていうのはすごい考えるタイプなんですよ。でプライベートに関してもプライベートの方が守備かも。私、はいはい、めちゃくちゃ人見知りなんですよ。あ、そうなんですか？プライベートだと基本人とあんま喋れないんですよ。慣れるまで意外、うん、そうだからなんかもう基本的にこう見てるかな。あ、守備で、うん、そう人見知りだからねって。あ、なんかイベントとかやるときはもう仕事オンモードで皆さんこんにちはとかやるけど、実際もうプライベートのフットサルとかで同じチームに知らない人が来るともうちょっとシュンってしちゃう。そうなんだ。例えばだけど、うん、男性でものすごいタイプの人がいても、うんうんうん、絶対話しかけられない、うん、自分からは無理かも。あそれも守り気味、守り気味、話しかけられるのを待つ、待つ、あ待つ、そうなんかサインを送るの、いや待つ。目で訴えてほしい。待つの目が話しかけたやがすごい。じゃあ結構恋愛とかでも守備、うん、守り、自分からガンガンいけるタイプではないかな。ビビっちゃうから。ビビり、うん、いや面白いですね。面白い。さあ次行こう、次行こう、恥ずかしいから次行こう。面白い。じゃーん。はい、私がなでしこリーガーだったらです。これえこれいろんな話題になるよね。なだったらどういうチームにいたいかとかもあるし、あ確かに逆にこういう活動をしてみたいっていうのもあるし、うん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 、私は、うん、アイナックに入って岩渕選手を抜く。おそれ以上の選手趣味だけなんですけど、私結構あの点決めたくて心の中では、まあ、なんでタイプだしね、はい、夢だったらフォワードとかになって、うん、もう岩渕選手よりも点取る、点取ってもうアディダスの広告やる。いいね、攻めの姿勢出てきたね。出てきた出てきた。ガンガン前に行きたい。でも今アディダスの新ユニフォームでこうやってるのがイソちゃんっていう。あーいいね。いいね、このいいね。なるほどね、はいはい、どうですか？私は、うん、そうだな、難しいな、なんかプレーの面ではあんまり想像つかないんですけど、うんはい、どっかのチームに所属して一日警察署長をやりたい。すごい関節こういうやつ関節やりたい。それでぜひなでしこリーグ見てください。あー PR をしたいですね、うん、面白いですね。ゆうちゃんは？私もなんかこう企画、その内部だからこそできる企画、それこそモミピーじゃないけど、うん、っていう企画が絶対あると思うから、チームに入っての広報活動の一環をやってみたいなっていうのと、なんか名言残したい。あ名言ちょっとそれ分かるかもしれない。名言、名言、名言残したい。確かに確かに、まあ、もちろんプレーとかでも残したいけど、うん、なんかすごい名言残したいよね。残したいですよ。引退した後、引退した後もなんかその、うん、長谷川優が言ってた名言とか、永遠とネットに残る。ちょっとわかります、確かに確かに。初めて自分を褒めてやりたいですみたいな、そういうの、そうそう、流行語じゃないけど、なかなか残らないよ、名言は。メダルとか取らないと。そう、名言残したいな、なんかいいじゃん、ね、こうもっと例えばね、あの、うん、日テレベレーザー長谷川優みたいなで、なんか名言残るみたいな。うん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 、え、でもかっこいいですね。かっこいいよね、流行語的な感じで。名言残したい。新しいね。確かに残したい。だって今じゃ絶対名言残んないじゃん。いや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 、なでしこリーガーだったからこそ、うん、できること、残せることが絶対あるから、選手だからこそっていうのあるかも。ちょっと名言残したかったな。じゃあやっぱ、うん、メダル取らないとね、うん、え、でもメダル取りたいですよね。長谷川優か、長谷川優以外か。ローランドさん、ローランドさん、ローランドさんですよ。あ、優しい時は私の背中を見てください。沢さん、そ う, そ, うそういう名言残したい。そうか、いいですね。確かにですね。次いきますか。面白いですね、この曲、ね、じゃーん。お、
サッカーで好きな瞬間はです。あ、好きな瞬間か。見てる時でもいいし、やってる時でもいいし。見てる時はやっぱり崩して、うん、ゴール入れた瞬間はやっぱ見てて、あ、気持ちいいし、うん、あーってなるんですけど、やってる時はやっぱ相手を抜ける時っていうか、なんかワンタッチで抜けた時が、相手を抜いた時瞬間に、あ、気持ちいいってなる。もう、ね、サイドならではだね。そうですね、抜けた時にあってなる気持ち、あるありますね。はい、確かに。あります。マリエさん好きな瞬間って、うん、まあ、ゴールだと普通だし、私入場してくる瞬間に、うん、あーそう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 、鳥肌が立つ感じ、ね、しかも、ね、選手のちょっと人となりが見える瞬間でもありますよね、うん、はいはいはい、もうキッズとの赤ちゃんだけど、あー可愛い、確かに、あー大きくなったなって思ったりとかでも確かに分かるかもしれないですね。あと試合後にあのメガホン持ってサポーターともに行ってたりとか、うん、そういうちょっとなんか試合の前後のところで結構注目してみちゃいます、うん、そういう時にこう、ね、その選手の性格って見やすい、そう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 、見られてるなとか、確かに。私プレーで言うとやっぱ守備だったんで、この相手と結構私相手と1対1がすごい好きだったんですよ、うん、おお、はいはい、でボールをギリギリでこう奪った瞬間だったりとか、うんうんうん、なんかその相手このラインでしっかりこうはめて、カバーリングをしっかりしてこうはめて奪った瞬間とか、あ、分かります、確かに、その瞬間の気持ちよさ、うん、気持ちいいですよね、ああいう時ね、やったその瞬間はもうずなんか快感、うんうんうん、やってて、ゴール決めるとかっていうよりもその瞬間がすごい好きだった、うんうん、いやいいな、なんか私サッカーやったことないから、うん、そういう感覚全然わかんないんですよ、うん、見てる面白さはあるけど、うん、その抜いた喜びと か、うん、だからそういうのはすっごい羨ましいです、ね、なんかだからそのでもサッカーってやっぱそれぞれね、その楽しみ方があってスポーツだと思うの で、はい、こういうのいいね、こういうの喋る時間欲しい ね、確かに、なかなかこれのみみたいな、ねなんか視聴者の人がどういう瞬間が好きかとかもさ、いいね、聞きたいじゃん。田祐介さんは華麗なパス回し、うん、あ、やっぱそうだよね、確かに。だから練習前のアップの鳥かごとか見てるの、あ、わかります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 、確かに確かに。じゃあ次いきますか。じゃーん、お、今年の目標、おー、いいね。今年の目標は、私はでも女子サッカーを広めたいっていうのもありますし、うん、個人的にはなんか女子サッカーで磯かなえっていう名前をもっともっと広めていきたいなっていうのがあって、なんか結構私が考えてるのはなんか女子があんまりスタジアムに来て、でなんか結構私不満っていうか、なんかこれ困るなっていうことが結構あって、なんか写真撮る時も写真撮るスペースがなかったりとか、そういうのがあったりするので、女子ならではの思うことってきっとあると思うんですよ、あのスタジアムに行ったりサッカーを見てる上で。そういうのをなんか私発信でいろんな人から意見を集めて、それを私が代表となってなんか発信していけたらいいなっていうのを、まあ結構具体的なんですけど、そういうのをやっていきたいなっていう、なんか思って、私がテレビに出るっていうよりなんかそういうのをやって、もっともっとなんか女子の意見を集めて、うん、もっと女子の人に見に来てもらう、うん、見やすい環境を作る、うん、作るとか、うん、そういうのをやってきたい。もはやアイドルじゃないフロントに一人、ね、各チームに一人ずつ置いてほしい、そちゃんを。でもなんかそういうなんかさっきも話してたみたいに、こういう企画やろうとか、うん、そういうのが結構好きなので、うん、そういうのをどんどん考えてどんどん発信していける年に したいなって思ってます。うんうん、そういうのしていきたいですね。あとイベントもやっぱりやってて、うん、まあ女子だけの、まあ男の子もそうですけど女子だけのでフットサルイベントやってみたりとか、うん、そういうのとかもやってみたら面白いかなみたいなの結構考えてます。いい、ね、そういうのをやってきたい、すごい企画力がすごいですね。本当ですか。そういうのをやってみたいなって思ってるだけなんですけど例えば、はい、そのなでしこリーグの試合の前に、うんうん、磯ちゃんとサッカーボールを蹴ろうとか、楽しそう、うんうんうん、でそしたらそこで集まった人たちも一緒になでしこリーグ見てくれたりとか、そうですね、そういう企画とか面白いよね。そう、企画考えてやる、うん、実行して、いや今年はなんか実現したいなっていう、まあ考えてる段階なんでなかなか分かんないですけど、いいね、そういうのやってく、発信していくの大事だもんね、うん、なんかもう大事だなってやっぱり気づきました、うん、そういう発信していくのが、やっぱりでも、はい、なんかもう3人共通なのは、うん、いかになでしこ女子サッカーを盛り上げていくか、うん、ということですよね、はいはい、この番組でできること、うん、それ以上のことってまだまだ絶対あると思うので、皆さんの意見っていうのもこれからも聞きながら、うん、はい、はい、女子サッカー盛り上げる番組、そしてそうです ね作っていきたいと思いますので、こんなことやってほしいって言われますから、はい、そうですね、盛り上げたい、わかりませんけど、ぜひ、はい、ぜひぜひご意見いただけると嬉しいです。お願いします。はい、はい、いい具合に整ったかな。はい、いい具合に終わりましたよ。はい、はいはい、以上お題を引いてなでしこトークでした。一旦コマーシャルです。
さあ、もうあっという間にエンディングの時間が経ってしまいました。毎回早い、本当に早いです。楽しく喋ってたら終わりになっちゃいますよ。楽しかったです。ではでは、ゆうちゃんからなでしこジャパンの今年の活動をご紹介してもらいましょう。はい、まず7月22日から始まる東京オリンピックへ向けて、2月からなでしこジャパンを始動します、はい、3月にアメリカで行われるシービリブスカップに参戦、そして4月には仙台、6月には栃木で国際親善試合に挑みます。栃木は新スタジアムですからね、はいはい、代表戦は初めてということになりますね、うん、そして7月16日に東京オリンピック壮行試合が京都で行われます、うん、この京都も新スタジアム、はい、楽しみですね。現在建設中ということで、はい、もうほとんどできてるんでしょうけどもね、はい、楽しみですよね、はいはい、さあそしてちょっとお伝えしましたが、はい、高校サッカーがね、いよいよ日曜日にノエスタで決勝戦が、もう少しはい、キックオフですからね、はい、スポーツブル、アプリのスポーツブルでも見られますし、はい、それから決勝は TBS でも生中継しますので、ね、雨降らないといいなあ。そうだ、雨降らないそうなんですよね、この日は。はい、そうですよ、雨が、屋根、あ、そっか、屋根、ノエスタ、確かに、そうですね、ノエスタだから大丈夫か。ちなみにそういえば、うん、部活の思い出を聞こうと思って、あ、忘れてました。あれ、それ、はい、部活はなんかハードだったと、はい、ね、なんか打ち合わせの時にめっちゃ気に、なんか私やりたいのがサッカー部あるあるみたいのやりたくて、あ、やりたいね。なんか結構それまた違う企画で、うん、結構なんか私らも含め、まあ、選手も来て、うん、強豪チームあるあるみたいな、結構、あ、ちょっとやりたいね。そういうのをやったらめちゃくちゃ面白いんじゃないかと。ちょっとあの言えない部分もあるじゃんでもそれを言ったらめっちゃ、ね、うん、なんかどういう練習をしてたのかっていうのはすごい気になるので、うん、確かに、うん、そういうのやりたいね。この企画もちょっとやりたいね。いや、なんかそういう企画をやってみたいですね、うん、それこそさ、今それこそあのなでしこの選手だけじゃなくて、うん、それこそ今あの選手権に出てる若い選手でもいいじゃん。あ、確かに、面白そう。高校生と一緒にちょっとサッカーバラルを喋ってみたいとか。めちゃくちゃ聞きたいね。ちょっとこれも楽しみな企画だと思う。なんとなく一般のイメージで男子のサッカー部っていうのはイメージなんとなく固まってるんだけど、うんうん、はい、女子のサッカー部ってそうですよね、どんな感じなんだろう。結構ね、本当にそのチームだったり部活によって色が全然違うとは思うんですけど、うんうん、特にこう女子サッカー部でやってたのと男子の中のサッカー部でやってた、中学の時やってたので、はい、またちょっとこう違うと思うの で、うん、うでね、いや、やってみたい。そういう話したいね。しましょう、ね、ちょっと今サッカーあるある、うん、やりたいですね。やりましょう、はい、はい、ということでまずは高校女子サッカー選手権の決勝、はい、日曜日ですからね、12日日曜日、ぜひぜひこちらもご覧ください、はい、で、週一なでしこカフェはですね、今年も毎週木曜日の12時から番組を放送していきます、はい、次週、はい、1月16日もゲストをお迎えして盛大に配信する予定ですからね、ぜひ来週もご覧ください。では最後に、はい、ウソちゃんからメッセージをお願いできますか。はい、はい、そうですね、まあ、今年一発目出れたこと本当に嬉しいですし、まあ、今後も呼んでください、お願いします、来てください、ありがとうございます、来てくださいですし、さっき言ってたいろんな企画も本当に今年は実現して、私もなんか、うん、なでしこ一緒にあの盛り上げていけたらいいなと思いますし、今年2020年やっぱオリンピックがあるので、 それの皆さんぜひ注目してほしいのと足を運んでほしいなと思います、うん、はい、ぜひこのなでしこカフェでね、どんどんなでしこの情報も発信していきますからね、はい、皆さんぜひ毎週見てみられなかった方はアーカイブでチェックしてみてください。そうですね、はい、ということで今年もなでしこカフェをどうぞよろしくお願いします。お願いします。ここまでのお相手は森口香里と長谷川優と磯ちゃんこと磯かなえでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。